こんばんは、ベルベル人の佐々木です。本日は新入荷の商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が8月の20日の夜の21時に、掲載される商品となっております。最上帯金額等の手合わせは掲載後にウェブストアの方までお願いいたします。詳しくは下の概要欄をご参照ください。今日は半袖シャツからですね、ご紹介させていただきます。タグの方こちらです。サイズ表記の方がちょっと切れちゃっているような状態です。でビーチシャツですね、ブラウンベースでストライプで渦巻きとブラウンの配色、めちゃめちゃかっこいいと思います。ツーポケの仕様ですね。サイズちょっと小さめですが、コンディションはピンピンです。でサイズ表記あったとしたらスモールかなと思います。自分だとちょっとちっちゃいようなサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きまして長袖シャツですね。最初にポロカンですね。でサイズ表記がエクストラージとなってます。でグリーン、ブラック、白の配色ですね。はい、ラルフらしいいい感じの作りですね。でバックはこういった感じです。色合わせ見られますが、コンディションはまだまだ着ていただける程度かなと思います。でエクストラージですね、自分だとかなり大きめになるようなサイズ感となってます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてネルシャツですね。はい、デスティン・ジョーンズ・ベイですね。はい、でサイズ表記の方がミディアムレギュラーですね。 100% コットンでしっかり USA 製の個体です。でグリーン、ブラックの配色ですね。はい、大きめにピッチが入ってます。で若干ですね、こちらに色あせのようなものを見受けられて、ちょっとダメージあるような感じですが、古着慣れしてたらそこまで気にならない程度かなと思います。でミディアムレギュラーでですね、自分がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてもネルシャツですね。ちょっと古めのファイブブラザーのタグがつきます。でサイズ表記がラージとなってます。はい、でブロックチェックで赤、白、黒ですね。はい、王道の配色じゃないでしょうか。着用感見られますが、目立ったダメージ汚れとは見受けられないです。でサイズ表記ラージですが、着丈短めですね。自分がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらもお値段が7800円と消費税です。続きましてこちらですね。はい、こちらサイズ表記ミディアムトールとなってます。で赤ベースでですね、黒のストライプですね。はい、黄色とか多めですが、赤あんまないイメージですね。めちゃめちゃいいと思います。コンディションもいいです。でミディアムトールで着丈気持ち長めですね。はい、自分がこういったサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてファイブブラザーですね。はい、でサイズ表記がラージとなってます。はい、で結構多配色ですね。白とベージュとブルーと黄色と赤、結構マルチでいろいろ入ってます。でこちらもコンディションはめちゃめちゃいいです。でサイズ表記ラージで、自分が合わせてこういったサイズ感です。いい感じです。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてスウェット類ですね。チャンピオンボディです。でサイズ表記スモールの 50-50 のボディですね。で白ベースにハーバードですね。はい、ほぼ水通っていないようなコンディションですね。めちゃめちゃコンディションいいです。はい、でダメージ汚れ等も見受けられないです。サイズ表記スモールですが、まだ自分がギリ切れるぐらいのサイズ感残ってます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてラッセルボディですね。 AT のタグがつきます。でサイズ表記ラージですね。で白ベースにですね、紫のラバープリントで3段入ります。で前V の仕様ですね。はい、でピスもしっかり残っている状態です。でこちらも白ベースですが、目立った汚れとは見受けられないですね。でサイズ表記ラージで、自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてチャンピオンですね。はい、トリコタグのラージです。でこちらも 50-50 のボディですね。で白ベースに染み込みでトリニティ入ります。はい、染み込みいいですね。でこちらも着用感こそ見受けられますが、ダメージ汚れとは見受けられないです。サイズ表記ラージで、こちらも自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてもチャンピオンですね。トリコタグです。でラージの 50-50 ボディですね。で白ベースにラバープリント3段入ります。はい、いいバランスで入ります。こちらもコンディションいいです。でサイズ表記ラージで、自分がゆったりと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続いてもチャンピオンですね。はい、トリコタグの、はい、サイズ表記がラージです。でこちらブラックですね。ST ジョーンズ、めちゃめちゃいいですね。はい、でこちらも着用感こそ見受けられますが、目立ったダメージ汚れとは見受けられないです。サイズ表記ラージですが、 XL ぐらいありますね。自分が結構ゆとりを持って着用できます。こ
ちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちら D ですね、はい、サイズ表記がエクストラージとなってます。でグレーボディにイェールがラバーで入りますね、はい、レギュラーですがこの辺イェール好きの方とかはめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。コンディションもめちゃめちゃいいです。でこのリバースの作りですね、はい、使い勝手いいとこだと思います。でサイズ表記も XL ですね、使いやすいと思います。自分がかなりゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットですね。タグの方は欠損している状態です。でネイビーベースにフロッキーが剥げている状態ですかね。ミリタリーアカデミーめちゃめちゃいいと思います、はい、でこちらも目立ったダメージだったり汚れとは見受けられないです。サイズ表記あったとしたらラージかミディアムぐらいかなと思います。縮んで実質ミディアムぐらいですね。自分がギリギリ着れるぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてもヴィンテージのスウェットですね、はい、こちらおそらくラッセルですかね。ラッセルのタグがついててサイズ表記はちょっと見受けられなくなってます。でグレーと白のツートンですね、はい、めちゃめちゃいいです、はい、ではめ込みではない前振りなので60年代ぐらいの個体ですかね。で赤のラバープリントアーチ状で入ります。69番、数字もいいと思います。で若干ですねこういった感じで汚れ等は見受けられますがまだまだ着用していただけるコンディションなんじゃないかなと思います。でサイズ表記あったとしたらラージぐらいかなと思います。縮んでミディアム程度ですね、はい、こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてリバースタイプも1点ですね。タグの方がこちらです。でサイズ表記がミディアムですね。しっかり USA 製のボディです。でグレーボディですね、はい、でこちらもコンディション結構いいと思います。若干オートミールっぽい感じのこのグレーはリバースで探すとなかなかないんで逆にこの辺レギュラーで持ってていいかなと思います。でこちらもミディアム表記ですが実質ラージアップありますね。自分がゆったりと着用できます。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてもリバースタイプですね。タグの方が、はい、こちらです。でサイズ表記の方がですねラージとなってます。でエンジですね、エンジに黒のラバープリントです。こちらもめちゃめちゃいいレギュラーじゃないでしょうか。若干フェードしてる雰囲気もかっこいいと思います。ダメージとは見受けられないです。でサイズ表記ラージで自分がゆったりと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が7800円と消費税です。続きましてリバースウィープですね。90年代刺繍タグです。でサイズ表記がラージですね。でグレーボディに目つきの1点です。若干ペンキ飛び見受けられますがその他は目立ったダメージ覚えとは見受けられないいいコンディションとなってます。でサイズ表記ラージでですね自分がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましても刺繍タグ90年代の個体ですね。サイズ表記がミディアムとなってます。でボディの色味がブルーですね。で若干ですね全体的に色ムラ見受けられますが気にならない方だったらいいプライスとなってます、はい、バックはこういった感じです。でサイズ表記ミディアムで自分が気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましても目つきの無地の個体ですね。刺繍タグのミディアムとなってます。で濃いめの紫ですね。さつまいも色のような感じです、はい、でこちらはコンディションめちゃめちゃいいと思います、はい、でサイズ表記ミディアムですがまだサイズしっかり残ってますね。ラージ程度あります。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてオレンジですね、はい、刺繍タグ90年代ですね。サイズ表記はエクストラージとなってます。でオレンジベースですね。お探しの方多いんじゃないでしょうか。こちら目つきの個体ですね。で若干ですねこちらに汚れと見受けられますが洗って落ちる程度なんじゃないかなと思います。その他は問題なさそうです。サイズ表記エクストラージで自分がガバッと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続いて目なしの個体ですね、はい、でランズエンドですね、はい、ランズエンドとチャンピオンのダブルネームです。でサイズ表記がエクストラージとなってます。でネイビーボディですね。これも若干全体的にフェードしてる雰囲気めちゃめちゃかっこいいと思います。ただダメージ等は見受けられないですね、はい、でサイズ表記エクストララージでこちらも自分がかなりガバッと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてプリントの個体ですね、はい、じゃあトリコタグです。でサイズ表記が2エクストラージとなってます。でグレーボディにラバープリントでプリンストンですね、はい、めちゃめちゃいいと思います。
若干ですね首元ポツポツとダメージは来ていますが、全然気にならない程度かなと思います。まだまだ全然着用できます。でサイズ表記2エクストララージで、自分がかなりゆったりするようなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。はい、続きましてこちらですね、90年代刺繍タグですね、ギリギリアメリカ製ぐらいの年代ですね。はい、でサイズ表記はエクストララージです。でグレーボディにですね、はい、カプセルとラバープリント左胸に入ります。でこちら袖にもですね入ります。99年ですね。でバッグ、はい、めちゃめちゃいいですね。贅沢なプリントのものだと思います。でエクストララージでですね、自分がかなりゆったりと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きましてこちらですね、90年代刺繍タグです。でサイズ表記がエクストララージですね。グレーボディに紫のラバープリント3段入ります。はい、プリントの入り方めちゃめちゃいいと思います。でこちらもコンディションはめちゃめちゃいいと思います。ダメージと汚れとは見受けられないです。でサイズ表記エクストララージで、自分がかなりゆったりと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きましてちょっと変わり種の1点ですね、90年代シュータグです。でサイズ表記ラージですね。でチャンピオンのスクリプトでランタグのあのランニングマンが写ってます。はい、でラバープリント3段入って、ショルダーパッチとエルボーパッチがつくような仕様ですね。はい、でこちらリバースなんですけど、サイドにはあのリブがつかないようになってます。はい、逆にこれでシルエットシンプルで着れるんじゃないかなと思います。サイズ表記ラージで、で自分がゆったりと着用できるようなサイズ感となってます。リブもなんか短めですね。はい、こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きましてパーカーですね。はい、90年代刺繍タグのサイズ表記がダブルエクストララージです。でグレーボディの目つきの個体ですね。紐こそ欠損していますが、コンディションはめちゃめちゃいいです。はい、でサイズ表記ダブルエクストララージで、こちらも自分がかなりゆったりと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続きましてプリントものの個体ですね、90年代刺繍タグです。でサイズ表記がエクストラージとなってます。でグレーボディにですね、白縁のネイビーのラバープリントが入ります。プリントの状態からして分かると思うんですけど、こちらもコンディションめちゃめちゃいいです。はい、でサイズ表記エクストララージで、こちらも自分がかなりゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 25,800円と消費税です。続きましてもパーカーですね。はい、こちらはトリコタグですね。でサイズ表記がダブルエクストララージとなってます。でグレーボディにですね、結構下目ですね、下目にラバープリントが2段入ります。はい、プリントの入り方めちゃめちゃいいですね。自体もちょっと珍しいんじゃないかなと思います。でこちらしっかりオリジナルで紐が残っている状態です。気持ちダメージきてますが、全然気にならない程度かなと思います。はい、でサイズ表記ダブルエクストララージで、こちらも自分がかなりガバッと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 25,800円と消費税です。はい、続きましてこちらですね、90年代刺繍タグのサイズ表記がラージとなってます。でエンジニイエローのラバープリントですね。めちゃめちゃいいですね。こちらもエンジのフェードしてる雰囲気めちゃめちゃいいです。ただダメージ汚れとは見受けられないです。でサイズ表記ラージで、自分がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が 25,800円と消費税です。続きましてアウター類ご紹介させていただきます。最初にミシガンラグですね。タグの方がこちらです。でサイズ表記の方がちょっと薄れて読み取れなくなってしまっております。で白ベースの定番のパターンだと思います。気持ち細かく見ると汚れ見受けられますが、この程度なんで全然目立たない感じだと思います。それ以外は問題ないと思います。でサイズ表記あったとしたら、エクストララージですかね。結構大きめです。自分がかなりゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 9,800円と消費税です。続いてミリタリーですね。アーミーシャツ1点ご紹介させていただきます。タグの方はこちらですね。サイズ表記がおそらくミディアムかなと思います。で13スターボタンが採用されている個体ですね。はい、まだ生地もがっしりしてて、まだまだ着用していただけるコンディションかなと思います。ワッペンは取れている状態です。まあ、逆にシンプルで着やすいんじゃないかなと思います。でサイズ表記ミディアムで、自分がちょうどいいサイズ感で着用できます。こちらでお値段が 7,800円と消費税です。続きましてファティーグですね。はい、サイズラージショートです。めちゃめちゃいいサイズですね。でホースの個体ですね。はい、でコンディションめちゃめちゃいいです。でワッペンともつかないシンプルな感じなんで、全然普通の
私服に落とし込みやすい一点なんじゃないかなと思います。でサイズ表記ラージショートでですね、自分がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。続いてノンリップのサードですね、はい、でサイズ表記がスモールロングとなっています。でこちらもワッペンと取れているのでめちゃめちゃシンプルで着やすいと思います。若干ですねミリタリー特有の着用感と見受けられますが、まだまだ着用していただけるコンディションなんじゃないかなと思います。でサイズ表記スモールロングでですね、はい、自分が全然着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてはファティーグのグリーンリーフですね。サイズ表記がミディアムレギュラーとなってます。でこちらコンディションめちゃめちゃいいと思います。はい、当たり等も出てないですね。かなりミントコンディションの一点だと思います。でサイズ表記ミディアムレギュラーで自分がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。はい、続きましてこちらですね、パワーハウスのカバーオールです。でブランケット付きの個体ですね、はい、でいい感じに色味落ちてます。めちゃめちゃいい感じの雰囲気に仕上がってると思います。で襟がコーデュロイの切り返しになってます。はい、で雰囲気は見られますが、目立ったダメージだったり汚れとはそこまで見受けられないかなと思います。サイズ表記見当たらなかったんですが、実寸で38程度ですね。自分が T シャツの上からとかだったら着れるぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 29,800円と消費税です。続きましてリーバイスのブッシュですね、はい、タグがこちらです。でサイズ表記がミディアムですね。しっかり髪のケアタグも残っている状態です。で色味もめちゃめちゃ濃いですね。しっかりインディゴの個体です。でオレンジのタブもしっかり残ってます。はい、もうこの色味なんで目立ったダメージだったり汚れとは一切見受けられないです。めちゃめちゃいいコンディションだと思います。サイズ表記ミディアムで自分が気持ちゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きまして70505ですね。印字の方はちょっと読み取れなくなってます。サイズ表記の方がですね、おそらく40だったのかなと思います。はい、でしっかりびっくりのタブも残ってます。でだいぶですねエイジングしてると思います。はい、かなりいい雰囲気に仕上がってるっていうなんじゃないかなと思います。で襟の部分もですね、気持ちダメージは来ていますが、まだまだ着用できるコンディションだと思います。こちら実寸で38程度ですかね。自分が T シャツの上からとかだったら着用できるようなサイズ感です。こちら70505ビッグ E でお値段が 29,800円と消費税です。続いてマッコンですね、はい、こちらも70505です。でサイズ表記の方がちょっと読み取れなくなっちゃってます。はい、でまだ色が9割近く残ってますね。はい、めちゃめちゃいい雰囲気ですね。水通ってないかもしれないです、もしかしたら。はい、で若干ですね襟元がダメージは来ているような状態なんですが、まだまだ問題なく着用できると思います。めちゃめちゃいい色味ですね。でこちら実寸の方で38ぐらいですかね、36から38だと思います。こちらも自分が T シャツの上からだったらジャストで着用できるようなサイズ感です。こちら70505ビッグイでお値段が 69,800円と消費税です。続きましてパンツ類ですね、ショーツを一点ご紹介させていただきます。リーバイスのブッシュですね、はい、でフロントのジッパーが42タロンが採用されています。でバックですね、はい、しっかりオレンジのタブも残っている状態です。でこちらカットオフされてますね、はい、いい感じに色味落ちてます。ただダメージだったり汚れとは見受けられないかなと思います。で実寸でウエスト30ですね、自分がジャストサイズぐらいで着用できます。まあ、夏っぽいショーツを探しの方ぜひおすすめです。こちらでお値段が 9,800円と消費税です。続きまして2ですかね、レディースですかね、ギリギリな感じです。 A1 ですね、のウエスタンジーンズです。はい、めちゃめちゃ色味しっかり残っている状態だと思います。でこちらですね、ジッパーが、こちらのジッパーが採用されている状態、はい、採用されております。で実寸で2428ですね、はい、ほんと細身の女性かお子様にぜひおすすめです。はい、こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてミリタリーですね、アーミーチノです、はい、でこちらジッパーの個体ですね、60年代頃の一点です。はい、で裏さっき確認したんですけど62年会計の一点です。で1箇所ですね、こちらにサビ汚れ見受けられますが、そこまで気にならない程度かなと思います。コンディションめちゃめちゃいい点だと思います。でこちら実寸で3528ですね、はい、サイズハマる方いたらぜひおすすめです。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。
続きましても同様の個体ですね、はい、フロントのジッパーがこちらが採用されております。でこちらも62年会計の個体ですね、はい、でバックはこういった感じです。先ほどのものよりかは一発状態いいんじゃないかなと思います。でこちら実寸で3-4-2-8ですね、はい、サイズハマる方いたらぜひおすすめです。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きまして一発新しくなりますね、はい、ジッパーの方がこちらですね。ブラスのジッパーが採用されております。でこちら69年会計の個体です。で水の通っていないデッドストックの状態ですね。なのでコンディションは言うことないです。まだめちゃめちゃ張りがある状態ですね、はい、もうパッと見で状態に伝わると思います。でこちら実寸で3831ですね、はい、ウエスト大きいの探している方ぜひおすすめです。こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてベイカーパンツですね。タグの方がこちらですね。で表記の方が3031となってます。で全体的に着用されてちょっとこのやれてる感じ、逆に自分は結構好きです。でアジャスターはつかない年代の1点ですね、はい、でこちら実寸で3026となってます。レングス上げられているんですが、この辺ちょっと夏仕様でアンクル丈で履いてもいいのかなと思います。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてカラージーンズですね。リーバイスの501です。でパッチがこちらですね。表記めちゃめちゃいいですね。3230表記です。でしっかり赤タブー残ってます。色味がベージュですかね、はい、そこまで水通っていないぐらいなコンディションじゃないかなと思います。で実寸で3227ですね、はい、リングスオリジナルですが結構縮んでます、はい、こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね、はい、でパッチこちらですね。表記がニック32となってます。で赤タブしっかり残ってます。いい感じですね。レギュラーですがなかなかいいヒゲが出てます、はい、で蜂の巣もですね前まで出てきちゃってるような感じです。一箇所膝にダメージ見受けられますが、まあ、この雰囲気なんで気にならない程度かなと思います。で実寸でニッパチ29ですね、はい、細身の男性女性の方におすすめです。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続いてもリーバイスの501ですね、はい、で表記の方が3634ですね。で赤タブしっかり残ってます、はい、でこちらもいい感じに雰囲気出てるんじゃないでしょうか。ヒゲが出ているような状態です。ただまだコントラストははっきり出ているような落ちすぎてない個体ですね、はい、で実寸で3631ですね。ウエスト大きめの、はい、一点お探しの方はぜひおすすめです。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましてリーバイスのこちら501ですね。パッチこちらです。で3630表記ですね。で赤タブはレジスターの1点です、はい、でこちらもいい感じに出てますね。ヒゲがめちゃめちゃいいレギュラーじゃないでしょうか。でレングスの方はオリジナルですかね。綺麗に当たりは出てます、はい、で実寸で3427ですね。結構これもレングスが縮んでいる個体です、はい、こちらでお値段が 15,800円と消費税です。続きましてこちらリーバイスの505ですね、のアシットの個体です、はい、パッチのこちらですね。3630表記です。でこちら赤タブもしっかり残っている状態ですね。ブラックのアシット多いですが、逆にブルーのアシットあんまないんで、この辺お好きな方いたらぜひおすすめです。レングスが気持ちダメージが出ているような状態です。でこちら実寸で表記と変わらず3630ですね、はい、こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続きましてリーバイスの505ですね、はい、で3630表記です。で赤タブしっかり残ってて、こちらもいい感じに色出てますね。めちゃめちゃいい雰囲気出てると思います。で実寸も表記と変わらず3630ですね。サイズ合う方いたらぜひおすすめです。こちらでお値段が 12,800円と消費税です。続いてもリーバイスの505ですね。色結構残っている1点です、はい、で表記が3432ですね。ゴールデンな表記だと思います。で赤タブしっかり残ってます。まだまだ色落ち楽しめる1点だと思います、はい、めちゃめちゃいいですね。でこちら実寸で表記と変わらず3432です、はい、まあ、この辺のり付けして履いてもいいぐらいじゃないかなと思います。こちらでお値段が 19,800円と消費税です。
続きましてブラックですね、501のアシッドです。はい、で表記の方がちょっと薄れていますが、おそらく3230とかですかね。はい、赤タブしっかり残っている状態です。で色がだいぶ落ちてますね。めちゃめちゃ雰囲気いいんじゃないでしょうか。でこちら実寸で3030ですね。はい、サイズもいい感じです。ジャストでこの辺履いてかっこいいと思います。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてスーパーブラックですね。はい、先染めの1点です。でパッチがですね、こちら3434表記です。はい、で赤タブもしっかり残ってます。あとワンウォッシュ程度だと思います。まだ毛羽立っているような状態です。めちゃめちゃいいですねこれ。はい、でまあ縮みも全然入ってないので表記と変わらず3434ですね。はい、サイズハマる方いたらこの辺ぜひおすすめです。こちらでお値段が19,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのこちら517ですね。フロントのジッパーが42タロンが採用されてます。でパッチは綺麗に取れている状態ですね。で赤タブスモール E で、こちらポケット裏がシングルです。501でいう66前期に当たる年代の一点ですね。はい、で綺麗に縦落ちめちゃめちゃ出てますね。はい、かなりいい雰囲気出てる一点だと思います。でこちらレングスの方がですね、一応上げられてはいますね。ただ当時上げられているのでしっかり当たりは出ているような状態です。で実戦で3628ですね。ベスト大きめ、レングス短めです。はい、もう夏仕様で1本お探しの方ぜひおすすめです。こちらでお値段が49,800円と消費税です。続いても517のシングルですね。こちらも42タロンが採用されております。でこちらまだパッチが残っている状態ですね。3032表記です。で赤タブスモール E のポケット裏がシングルです。こちらも501でいう66前期に当たる年代ですね。で色味がまだ7割5分ぐらいですかね、残ってます。はい、綺麗に色味残っていると思います。でこちらはレングスしっかりオリジナルのチェーンステッチの個体となってます。でこちら実寸で3132ですね。ウエストが1インチ伸びてレングスは変わっていないといった感じです。サイズハマり方いたらこの辺は1本持っていいんじゃないかなと思います。こちらでお値段が49,800円と消費税です。で本日の商品紹介は以上となります。本日入荷日たくさんのご来店ありがとうございました。明日日曜日もですね、店頭にて皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございました。